こんにちは。信州福チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日は寒天パパというお店をご紹介したいと思います。その名の通り寒天を使った商品が多いお店でございます。今はこちらは安曇野市三郷というところを走っておりますけれども、左手には白い常念岳がご覧いただけると思います。今日寒天パパさんは県内にもあちこちにねお店があるんですけれども、安曇野店に行ってみたいと思います。あ、ちょうど看板がね右手にありますけれども、寒天パパショップ、浜園芸さんの浜フラワーパークというところの駐車場というかその一角に入っておりますね。本社は多分伊那の方になると思うんですけれども、伊那食品はい今歩行者の方がいたのでちょっとね今喋りも止まっちゃいましたけれども、伊那食品工業さんかなって言います。あ、ちょっと今横断歩道ではなかったんですけど、歩行者の方がいらっしゃったので、もちろん交通ルールとして止まらなきゃいけないんですけど、実は長野県は信号機のない横断歩道で歩行者がいらっしゃった時に、その停止率っていうんですか、車のそれが日本全国1位なんですよ。確か70%あると思うんですけれども、本当はね 100% じゃいけない、 100% じゃなければいけないと思うんですけれどもね、止まる停止率はまあなんか2位の県と比べてだいぶね差があってダントツ1位だったと思うんですけれども、ちょっと機会がありましたらね調べてみていただけると面白いかなと思いますけど、まあね交通ルールで決まっていることなのでね当然なのかもしれませんけれども、まあ全国1位ということです。そして、正面にはですね北アルプスが今日見えているんですけれども、春霞という感じでですねちょっと霞んでしまってね、鹿島槍とか爺ヶ岳とか五竜岳かなが見えているんですけれどもね、ちょっとねくっきりした青空に白い山がねとっても美しいこの道なんですけれども、ちょっと今日はねそんな感じで霞んじゃってますけれども、安曇野のね風景というか風景というほどではないですけれどもね雰囲気をご覧いただければなと思いまして、動画をドライブ動画から始めさせていただいております。左手に深尾さんっていうお店が見えてると思うんですけれども、こちらは和牛のお店でとっても人気のあるお店ですよ。今ねちょうどランチなので結構お客さんいらっしゃいますね。でこの信号を、右折します。もうちょっと行ってね浜園芸さんの駐車場からも入ることができますけれどもね、今日はこちらの信号から入っていきたいと思います。寒天パパの他にもですねシュテルンさんとかお芋日和さんとか、八百屋さんとかね果物屋さんかな、お店も何軒かありますよ。そしてこの手前には三郷サラダ市といって、地元のね野菜とかあと秋になるとリンゴとかね多く売られていますね。で右手にねこれソフトクリーム屋さんかな、安曇野ミルクっていう、ここもねかなりお客さんいっぱいいらっしゃいますよ。でこの右手に寒天パパショップがあります。正面はねシュテルンさんっていう、ジェラート屋さんかな、パティスリーっていうのかな、はい、